サンダーでございます。前回ね、引き続きのね、具体的なね、お話をしたいと思うんですね。私の経験も踏まえてです。そしてね、いろんなね、ご相談者の方たちの、ね、お話も踏まえながら、お伝えしていきたいと思いますね。本日もよろしくお願いいたします。本日のテーマね、タイトルにも書いてありますけども、子供がいじめに遭っている時にどのように親に関わってほしいのかっていうことをね、お話ししたいと思います。まずね、私のリアルな経験からね、お話をさせてもらいます。私自身は一番最初にいじめに遭ったのは、幼少期の幼稚園というですね、私がアトピー性皮膚炎で肌がもう汚くてボロボロでね、周りのね、友達になってほしいなという子供たち、同じクラスの子たちにまず惹かれていた、汚いっていうこと、それがまず一番最初の自分自身の中での、リアルなね、その学校というかね、その一つの定期的に通う場に対しての、リアルな経験です。でその時にまあ実際に、もそうですし、まあ、いじめって何回かあるんですよね。で実際今日その幼少期の時の話から入りましたけども、もしですよね、その小さいお子様をお持ちのお母様で実際子供がいじめに遭っていた時には、まずね、手っ取り早くはっきり言ってやってほしかったと思うこと、そしてぜひやってほしいなと思うことは何かって言った時に、もうその場をまずね、遠ざけるってことなんですよ。私だったら幼稚園の時に今話をしましたよね。ですから母にこういうことしてほしかった本当はっていうところです。子供で小さすぎるので、自分の意思や、ね、そういう自分の尊重したい部分は、ね、分からないですよね。親にね、何て言っていいかも分からないし、だから基本的にはもう主は、ね、親にありますね。特にお母様かもしれない、基本的には。ってなった時に、そのお母さんに実際私は何してほしかったかってことなんですよ。いじめに遭ってるから、その時に実際にそのお母さんに何してほしかったなと思った時に、もう幼稚園に行かせてほしくなかったんですね。遠ざけてほしかった。シンプルに小さければ小さいだけ守ってほしかったんですよ。うん、守ってほしかった。そう、守るっていうワードは分かってたんですよね。戦隊ものだったりテレビとか漫画とかでね、悪いものからね、実際正義の味方は自分を守ってもらえるっていう構図っていうのはアニメの中からやっぱ小さくても学ぶわけですよね。知るわけですよ。で、子供ってやっぱりね、自分の親が正しいと思ってるし、ね、自分のね、ことを守ってくれる正義の味方だと思ってるんですよね。ですから私も母のことを正義の味方だって思ってたんですよ。ですからその正義の味方が自分を守ってくれないってどういうことなのかなってすごく不審になったのをよく覚えてるんですね。ですから実際に今だとね、もう結構長くね、本当にすごい番組でアンパンマン、ね、大好きですよ。ね、そのアンパンマンの中でもやっぱり平等性を出しながらも、ね、やはりそのね、悪と正というものがこうはっきりは一応してますよね。でもその中にも実際に柔らかさだったりとか、ただ単に差別をするんじゃないとか、そういうメッセージ性もたくさんあると思うんですね。だから大人が見ても感動するし、なるほどなって、ね、気づく点っていっぱいあると思うんですよ。ですが子供もね、実際まあ基本的にはすごく多いんじゃないでしょうかね。そのアンパンマン見たりとかね、戦隊もの見たりとかっていっぱいあると思うんですよね。まあ今だったらね、YouTube でもね、たくさん子供って見てる、こうちっちゃい、もうこんなちっちゃい子が YouTube 見るんだなと思いながら見る時もありますけどもね。ですから実際情報量っていうのは、実は私たちが子供の時よりも、今の子の方がすごく多いし、敏感だってことなんですよ。ですから実際そういったいじめの形も変わってきてるかもしれません。でも、ね、ベースとしては人と人の中で生まれることですから、実際にそのいじめに遭っている時にその親に、ね、特に小さい時ほど、何回も言って申し訳ありませんけども、ね、ちっちゃい時、そして幼稚園ぐらいかな、で小学校低学年もそうかもしれないの時に、やっぱりその遠ざけてほしかったんですよ。とにかくね、小さければ小さいだけ子供って手がかかりますよね。うん。ってなった時に、手がかかるだけではなくて、その何が起きているのかっていうことに対して、実際に助けてほしいっていうことの、守るっていうワードもね、親が持ってくれてたらよかったなと私は思うんですよ。
で、私の親っていうのは、実際その私が幼稚園の時、小学校の時の低学年の時にいじめに遭ってたにもかかわらず、逆だったんですよね。守ってくれるっていうよりも、スパルタですごく怖い親だったんで、無理くり学校行かされてたし、無理くり幼稚園行かされてたんですね。私がどんだけ泣いてても。だから今でもものすごく覚えてるし、ものすごく辛かったんですよね。で、いつも思うようになってしまったのが何かなんですよ。なんで僕だけっていうのワードがずっとだったんです。で、もう一つはさっきも言いましたけども、なんで守ってくれないんだろうっていうこと。これ結構親としてだったら結構きつくないですか？自分の子供にずっと自分のことですよ。お母様もお父様もね。ずっとですよ。パパもママも思われるんですよ。なんで僕を私を守ってくれないのって思われるんです。きつくないですか、これ。なんで気づいてくれないんだっていうこと。で、なんで守ってくれないのかっていうことを思いがちなんだということなんですよね。ですから私自身はね、さっきも話をしましたけども、本当に遠ざけてほしかったんですよ。せめて自分の体が少しでも良くなってから幼稚園に行かせてほしいと思ったし、ね。なんかこう、後ろ指を刺されることがなんでなのかにもよくわからないのに、なんでいつも自分が行きたくないところに行かされなきゃいけないんだろうっていうところだったんですね。決してなんかこう、当時の自分っていうのはさっきも言いましたけど、もっと大きくなってくるとね、なんかこう、過保護だとかいろんな言葉も出るかもしれませんけども、実際には本当にこう自分自身が本当にその守ってほしいっていうことを、とにかくその小さい頃にもしお子様がね、いじめに遭っていたとするならば、何が何でもその子供に対、子供をね、守るんだっていう体制に入ってほしいっていうことなんですよね。私のね、ご相談者の方、そして自分自身の経験の中からお話をするとです。ですからもし、お子様が、そのね、ちっちゃい時、ね、幼稚園に行って、小学校低学年でももしね、いじめに遭っていたら、とにかく一旦、子供に安心するね、安全圏の場所に、まず置いてあげてほしいんですね。身をね、身を置いてあげてほしいんです。そうすると気持ちが落ち着いてくるんですよ。余裕が出てくる。で、余裕が出ないっていうのは何かって言ったら経験が少ないんで、いろんなこと考えられないんですよね。シンプルにいじめっていうとか、自分が居づらいとか辛いっていうところに、直でつながりやすいんですよ。小さい時ほど。余裕がないから。なんでか、キャパ小さいからですよ。これが大人と子供の唯一の違いぐらいですよね。ですから、実際その安全圏に一旦入れてあげてほしいんですよ。そしてすぐ聞かない。落ち着いたら話してくれるし、ね。ちゃんと泣ける、安心して涙を流せる場所に一旦自分のお子さんを置いてあげてほしいんですね。今日はちょっとお願いになっちゃうかもしれませんよね。そうすることによって子供がようやく笑顔を取り戻すようになってくるわけですよ。そこまで親として、待てるかどうかっていうことなんですよね。このメンタリティをとにかく大事にしてあげてほしいことなんですよね。ですからその幼少期の経験というのは大人になってからも響きますよね。ね、特にこれがもしお父様、お母様、お孫さんお持ちの方でしたらわかると思うんですよ。自分自身もこう小さい時のこととか、そういう経験がなければないだけぜひ知っていただきたいということが生意気にもあるんですね。ですから自分自身の中でもね、何をしたらいいのかということよりも、どうしてあげたらこの子供のね、これからの人生にとって自分が何をしてあげれるのかということが一番なんか親としてね、そしてじいじばあばとしても何かあるんじゃないでしょうかってことなんですよね。で、教育者の方ほどそうかもしれませんよね。もう全体見れば大変かもしれないけども、でも自分で抱えきれなかったら、そのお父様お母様に対してメッセージとして伝えてほしいってことなんですよ。とにかく一旦とにかく安心する場所に置いてあげてほしいんだっていうのが一番のメッセージなんですね。そうすることによって
子供が少なからずこういうことが嫌だとか、こういうふうにしてほしいんだ、こういうところに行きたくないとか、このこと、こんなことがあったんだとか、そういったことの自分の小さくてもですよ、人としての主張をちゃんと話すようになる時間が来た時に、ようやく解決に向かっていくんだってことなんですよね。でも大人って賢いから、この問題をすぐ解決できるように時間をかけないですぐに動きませんかってことなんですよ。でも人の気持ちってこれ子供でも大人でも同じだけども、時間かかるんだってことなんですよ。このいじめだとか何か心の問題を持ったことがない方ほどわからないってことを、実際に頭のシミュレーションでやらないでねっていうことでもあるんですね。時間かかるんですよ、めっちゃかかるんですよ。かかるけども問題は必ず解決するんだってことなんですよ。それが自分のためにやらないってことでしょってことなんですね。この子供のために時間をかけていくってことが大事なんだってことなんですよ。ね。それは親と子の関係としてですよ。だって自分のね、自分が親として子供がいじめに遭っている時っていうことなんですから。そういった時に実際に自分自身が実際その子供に対して何してあげれるのかなと思う時に、一番ね、バッとやってほしいのは何かって言ったら、安全圏に子供をまず置いて、心を穏やかに安心してあげてほしいっていうことなんですよ。ここに来るまでにいろんな話しましたけど、ここなんですよね。そうすることによって、自分のね、大事な子供が、ね、お孫さんが心を開いてくれる。うん。落ち着いてくるから。そこからようやく出番なんですよ。大人が。だから出番が来るまでは、まずは子供の環境、心を、メンタリティを整えてあげてほしいっていうことのお話だったんです。ですから、幼少期、ね、幼稚園、ね、そして小学校低学年までのね、お子様、お持ちのお母様、お父様、ね、おじいちゃま、おばあちゃま、ね、もしね、これをご覧になっていただいておりましたら、ぜひね、その変化に気づいたら、すぐに行動にね、勇気を持って、ね、その子供に対して動いてほしいなと思うんです。ですからそういった点でね、その子供に対してっていう部分でもね、年齢によって学年によって違うかもしれませんけども、そういったこともね、今日はねお話をさせていただきました。何かねお役に立てればなと思っております。ではね、また次回お会いしましょう。本日もありがとうございました。